さて、今日は家の掃除 Vlog です。ケルフェアで掃除していきたいと思います。結構玄関のドアが汚れてるでしょ。これをケルフェアを使うとどのぐらい綺麗になるのかというのをね、やっていきたいと思います。おお、見て見て、これわかる、これこんなに綺麗になってるんだ。こうなった方がいいかな。あ、でも結構こうやらないと落ちないんですよ。すごい汚れてんな。うわ、こんなに、うん、おー、もう、うん、おー、おー、おー、あ、郵便屋さんが来た。汚れはこれで大丈夫ですか。どうですか。いいですね。綺麗じゃない、これ。めっちゃ綺麗になりました。おお、これちょっと拭いた方がいいね、でもね。うん。そこで拭こう。この辺もやっていきます。おお、見てこれ。おお、すごいね。綺麗綺麗。全然違うじゃん、これ。本当だ。すごい綺麗になる。すごい、これもさ、ほら、全然違うじゃない。すごい、めっちゃ綺麗。こんなに落ちて、今のがお買い得です。近づければ、近づけてやるのがテルファルだよ。手が一番、これ手が一番、手が一番、手が一番よ。掃除は手が一番。昔から掃除をしてんだよ。ほら、よし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 、あー気持ちいいな。綺麗になった。すごい綺麗になりましたね。全然汚れが取れるんだけど、綺麗になったのかな。すごいね、これ。ほら、ほら、ほら、そうですね。これだね。お水になってるよね。水が食べてる。水が。うわ、だいぶ綺麗になったじゃん。取れた、取れた。綺麗になるじゃないの。いや、中からそこの泥がたまってたまっちゃったの。え？何？
言い訳入れるって言わないで。内緒じゃないですか。何言ってんの。やばい、かわいい。はい、こういうことでみんなで綺麗にしました。びちゃびちゃも。これからお昼ご飯の買い出し行ってきます。スーパー到着しました。今日は山形の料理を作っていきたいと思います。山形のだしです。そうですね。そしてキュウリ、大葉はちょっと今回多めに入れましょう。そしてみょうが。買い物終了。これからお家でご飯作りです。これから料理していきます。山形のだし、材料はたったこれだけ。ナス美味しそうだな。キュウリはね、よくね、あの寿司屋でいっぱい洗ってた。葉っぱ巻き作るから。そうだな、ナス。うん。お腹減ってきた。うん。うん、それ何分なの、こっから。中はなかなか時間がかかるからね。しかも混む時間帯だから。ナスだけでこんなになったよ。これ相当多いね。これ相当多いよ。キュウリですね。鳥取、香川と鳥取全然違うぞ。香川みたいな。逃げてった、キュウリが逃げてった。みじん切りはなんかうまいけど、今日はもう是非香りを神棚や部屋に置かれますと、弁財天様が目の上に来てみてくださいですね。よし、これぐらいだといいかな。これ自体がなんか出る。シソ多めで、わか。シソ多めです、今日。本当にありがたい。それが唯一の私の肉です。シソ多め。基本全部多いけどね、今日は。てか、それいつもえ我が家はいつも多めです。ああ、いい香り。シソがいい香り。シソってさ、もう絶対匂い嗅いでみるわか、シソの。匂い嗅いでみて。はい。私これでいいわ。どれこれでいい。これに顔突っ込んでるだけでもう。次みょうがですね。どうしていくか。転がっていった。
雨降るの？気圧はすごい感じるんだけど、降るとは思うんだけど、なんかまだ発表までいかない。さっきオリエンテーションで出汁の話したらみんな喜んでた。人の人もいるんだけど。嬉しいよね。今日はね、オクラ買おうかどうか迷ったんだけど。ああ、でも、だから松茸に反するでしょ。うん、オクラあんま好きじゃないからね。うん、よし。相当多いな、これ。大丈夫？わかる？いっぱい食べるか？食べる。うん、山形の出汁、これからちょっと醤油をかけますんで、とちょっと体を冷やすということで、今日はゴーヤと玉ねぎのツナマヨ、トマトシソ梅酢です。いただきます。じゃあ出汁食べてみます。醤油かけただけ。わあ、こぼれた。うまっ。夏が来たって感じだね。うん、これご飯にかけても美味しいけど、今日はそうめん食べないとダメだね。おいしいおいしい。そうめんに出汁入れてみました。うん、うんうん、そうめんにも合う。めんつゆにたっぷり出汁だけ入れてみた。うん、うまいけどしょっぱいな、これ。みんなしょっぱかった？しょっぱくないの、みんなの。私のはしょっぱくない。え？私は作ったんですけど。しょうがないよね。しょうがないから。山形の人だから、やっぱりしょっぱいの好きだからね、うん、は。汗が出るからよ。うん。いいんだ、これぐらい。うん。なくなった。ということで、出汁がもう、全部食べた。なくなっちゃいました。これで元気。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。